ーンムダ受容体抗体脳炎とは、脳の興奮性神経伝達物質である、グルタミン酸の受容体、ムダ型グルタミン酸受容体に、自己抗体ができることによる急性型の脳炎である。1964年に、順天堂大学医学部の飯塚レイジらによって、原因不明の脳炎症状を呈した、急性微慢性リンパ急性追膜脳炎と、冒険報告があった。 1997年に、日本大学医学部の西村都樹、亀井里らによって、若年女性に発症し、痙攣、意識障害、昏睡、呼吸障害等の重篤な神経症状を呈するも、長期予後成績が良好であった症例として、若年女性発症の急性非ヘルペス性脳炎が報告された。1997年に、他に、卵巣飢飢手術後に、 神経症状が改善した、化逆性急性変炎系脳炎として、国立癌センター中央病院精神科の岡村、ひとしより15歳女性症例と、藤田保健衛生大学医学部の野倉和也より19歳、女性症例の症例報告あった。2005年に、ペンシルバニア大学医学部のジョゼップ・ダルムを、ロバータ・バイタリアニーラによって、卵巣の危険死を合併した。 若年女性に生じた脳炎が報告され、特異的な自己抗体の検出と、腫瘍髄反症候群の示唆が報告された。2007年に、同大学医学武道グループによって、NR1、NR2 サブミット4両体で構成される、グルタミン酸受容体の一つである N、N メチル D、アスパルテイト、ムラ受容体の細胞外立体成分をエピトープする抗体であることが報告され、 疾患概念として提唱された。報告されている中では、80%以上が若年女性であり、50%以上で主要の併発があり、主に卵巣器形種であった。また、高齢者や男性での発症の報告もあり、男性では抗がん肺細胞腫や小細胞性肺がんの併発があった。患者によって違いがあるが、 症状の出方には一定の順序に従う傾向にある。ある日から突然、今日を見て、不気味に笑うなどの精神症状を示し出し、その後、数ヶ月にわたり昏睡し、警戒することが自然天気でもあるため、過去に悪末期とされたものがこの疾患であった可能性が指摘されており、映画、エクソシストの原作モデルになった少年の臨床像は高温無駄。 受容体抗体脳炎の症状そのものと指摘されている。すべての患者を説明する説ではないが、ランセットの調査で、腫瘍学的スクリーニングを受けた98人の患者のうち58人は腫瘍を持っており、主に卵巣器系種であった。このことからコーンムダ受容体抗体脳炎には、器系種との高い合併率が見られる。器系種は内肺用、中肺用、 外廃用すべてを含む腫瘍であり、それにより髪の毛や骨などが含まれることが多い。この気形種の中に脳組織が含まれた場合、脳組織に対する抗体が生じ、抗 NMDN 抗体脳炎が発症するものと考えられる。そのため治療には気形種がある場合は、それが抗体産生の源となっているため、気形種の外科的切除をまず行う。自己抗体が 脳内のオ駄ムダがタグルタミン酸受容体を攻撃することにより起こる。病気の正確な病態整理は未だ議論されているが、脳脊髄液中に高温無ダ抗体を認める。血液脳関門は通常循環系から中枢神経系を分離し、脳に大きな分子が侵入することを防止する。このバリアは神経系の急性炎症により崩壊し、また、 副腎皮質刺激ホルモンを放出する肥満細胞の急性ストレスでは、その透過性が更新することが知られている。ダルムオラは CSF 中の抗体濃度が高い。一方で、58人の患者のうち53人は、少なくとも部分的に BBB を保存していたことを明らかにした。このことは、抗体の随行内生産の可能性を示唆している。 抗体は CSF に侵入すると、無駄受容体の NR1 サブユニットに結合する。神経障害が起こるメカニズムとして、下記の3つのものが考えられている。抗体が結合することにより受容体数の減少。薬理作用として直接的な気候作用による。補体の古典経路により生じた、膜心修復合体により、細胞が誘拐する。 患者に腫瘍が発見された場合は、長期予後は一般に良好であり、再発の可能性が低い。腫瘍を外科的に除去することにより、自己抗体の供給源を根絶することができるからである。同様に、早期診断、治療は患者の天気を優位に改善することが近年、示されている。大多数の患者が初発症状として、精神症状を停止精神科を受診しているため、 すべての医師は思春期における急性精神病の原因として高温無駄需要体能炎を検討することが重要である。ありがとうございます。